はい、佐藤由美です。こんにちは、泉ひなです。何の拍手。今回何をするかというと、前回ピザの大食いチャレンジをしたんですね、2人で。大きなやつね。そう、1キロ、ピチーズ1キロ乗ったやつ。そうそれを食べるっていう企画をしたんですけど、今回はね、また別の大食いをしようかなと思って。せーの、じゃーん。名前何やっけ。激辛超超超大盛り焼きそばギガマックス2136キロカロリーというものね。はい、こちらを購入してきました。イエーイ。でかさ伝わるかな。ほんと顔ぐらいのサイズよね。下手してでかいよこれ。顔より顔ね、ペヤングの方が顔より大きい。大きいです。ということで今回はこちらを食べていこうと思います。でね、そうそれだけじゃないんですよ。イエスイエス。なんかね、それだけ食べるとちょっと普通じゃないですか。余裕すぎるからちょっともうちょっとカロリー足そうみたいな。そう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 、2136キロカロリーじゃカロリーが足りない。足りない。うん、足りんから。そうそういうこと、うん、だから今回はもう一つご準備しました。せーの、じゃーん。バター丸ごと1本でございます。バターをですね、丸ごと1本入れて食べていこうと思います。はい、では作っていきましょう。はい、レッツゴー。こんなでかいの食べたことない。間違いない。ペヤング、なんか今多分余裕かも。火薬の量もものすごい。ほんまや、めちゃくちゃ多い。いつもの2、3倍ぐらい。手のひらくらいある。わ、待って、やばめん。え、4束入ってる。やばいよ。ほんまや。え、知らんかった。ちょ3、4人分や。4人前やん。3人前と思っとった。え、やば。やばいよ。ソースとこれが入ってます。じゃあこちらにお湯を入れていきたいと思います。はい、お湯ついてきました。やばいよ、こんなだって大きいの食べたことないもん。ない。4つも入っとったら思わなかったね。うん、4人分や今からね。3分待ちまーす。はい、もういいやろ。うん、行きましょう。オッケー、完成。湯切り。あ、それ湯切りよ。ピサッ。めっちゃすごいこれ。もうもっさりもっさり。豆乳。辛そうな匂いがするよ、ちょっと。ほんまや。え、でもなんか、あ、でも鼻にくるよ。ほんまや、ほんまや。すごい。辛いの得意でも痛さってやっぱ感じるやん。うん、それが怖いよね。じゃあまず一口いただいていこうかなと思います。はい、試しに。時々やね。ね、いきます。いきましょう。いただきます。いただきます。うん、あ、辛い。うん、うん、辛い。あ、辛い。辛いね、結構。え、辛いね、結構。辛っ。ね、すごい。食べれる。うん、味がめちゃくちゃ美味しくて、辛いけど痛いけど食べれる。辛っ。ね、味美味しくない。でもそんな、でも辛さに耐性ないからさ、私は。美味しいより辛い。じゃあバターを入れていきますか。そしたらよりマイルドになるかもしれんけん、早速バター入れましょう。めっちゃ辛い。バター丸ごと1個このくらいです。辛っ。いきます。いや絵面がやばい。はい、入れました。やばい。ポンと投入したね、もうこれは。でかっ。やばい。え、これやばいよね。これ溶けきるってか、バター。わからん、でもちょっと混ぜよう。混ぜよう。今あったかいうちに。うん、そうやね。匂いが、いい匂い。子供の頃の夢。うん、めっちゃうまい。おいしいやばい。めっちゃうまい。え、辛い、辛さがすごいマイルドになってる。辛くなくね。うん、え、めっちゃ辛くない。なんかちょっとピリ辛くらいの。で、うん、バターのなんかこう甘さというか、すごい、うん、もうバターがふわーって口の中に。そう、やばい。香りとかもなんか、あ、美味しい。え、やばくない。やばい想像以上なんやけど。え、これ多分いいの。あれ、完食できる。え、できそうな。え、できる。ちょっと食べよう。じゃあ黙々と食べていきます。完食目指します。はい。マジうまいよね。うん、なんなら辛さがマイルドになりすぎて辛さを求めとる自分がおる。うん、ちょっとついてないところと合わせて食べようみたいなね。うん、
ほんまに辛さ感じ、これ革命やん、うん、このバターのこのテカテカさ、うん、麺がもうテカテカやね、すごいね、なんか口の中バリアしてくれてる、うん、バターの方が早くなくなるかも、うん、うん、そんなことない、いい感じにちょっとずつ使う、うん、多分ね鼻すする音が本当にうるさいと思うんですけど、うん、それはご了承ください、辛いので鼻水が出ます、水出る、しかも麺がすする、うん、麺もすするし、ね、すごいよね、うん、あったかいし結構口も鼻も大変、そうなんです、うん、ご了承ください、すいませんすごい美味しいよね、でもびっくりした、売れると思う、売れるよね、これバターで入れて売った方がいいよね、うん、合計3500キロカロリーっていうあれで売った方がいいと思う、うんうんうん普通にさ、うん、ちっちゃいサイズでもいいけんやってみてほしい、いやほんまに美味しいと、めっちゃ美味しい、感動したもん、うん、なんてまろやかなの、うん、どうぞお待たせしました、ありがとうございます、ありがとうございます、よいしょ、うん、さっきまでの空腹が嘘のようにおいしいどういうこと嘘のようにおいしい、あ、もう胃がびっくりしたのよ、多分ね、いきなり食べたもんね、今日何も食べてない、びっくり超越してなんかもうすごいよ今、うん、バターやばい、それバター食べすぎよ、だってやんな、私の半分ぐらいバター使ってるもん、もうバター半分は使った、うん、だからかな、バターやかも、うん、だけどお腹いっぱいっていうのもあるけどちょっと気持ち悪いんやろ、うん、多分そうやと思う、もうしばらくご飯見たくないもん、うん、何も見たくないよね、うん、やば、まだいける、うん、すげえしかもさ、辛いの無理やから余計バターもずっと持ってん、多分、うーん、そうだね、チーンって効果音やばい、もう汗がやばい、超流れてきとる、わかる、ここら辺とかふわって、え、もや代謝いいね、でもなんかね、それはさすがいないわ、今日すごい、しかも辛さちゃんとそのまま食べてるからやもうバター何も減ってないよ、びっくりする今バターはね、いかん、これ打ってくる、くるやろ、そのまま食べたらくるやろ、急に打ってくる、そう半分いったらちょっとやばい5分待ったらいける気がするね、今なんか気持ちリセットしたらいけるよね、これお腹の問題じゃないもんね、うん、うん、そうだね、うん、お腹が苦しいとかいう話じゃないっちゃうね、味と、うん、一回なんかすっきりしたもの挟んだらいけそう、うん、スイカあるよ買ってきたスイカ買ってきた、スイカ買ってきた、スイカ食べたらいけそうじゃない、多分さっぱりしてほしい、ちょスイカ買ってくる、スイカ食べたい、スイカ食べたい、スイカください、スイカ切りました、お塩も準備しましたよ、ありがとうございます、完璧やん、もうこれで完璧、これで生きていけるよ、生き返れるよ、すっきりしたもん食べたらもういけると思う、わかる、うん、3切れずつ結構量あるけど、3切れずついける、せやな、ちっちゃく食ったけど、え、でもほんまにいけそうなんかも、ん？焼きそば。いけそうな気してきた？うん。スイカ待ちやばくない？うん。残り半分ぐらい、半分以下になったこの子たちをちょっとラストスパートで食べていこうと思います。完食するぜ。
スパンダムいただきます。温めまして、なんかもうスイカですっきりしたのに、うん、すぐ戻った。まず一瞬効果、うん、分かった。完食してからじゃあスイカ挟んでこう焼肉スイカ挟んで焼肉だったのかな。あ、まじないな。もう嫌や。焼肉スイカ挟んで焼きそば。見るのとさ、なんか食べるのじゃ感覚が違うね。そうなんよ、それはある。そう、見たら食べそうなんよ。味の濃さがやばいね。だ、一口100キロカロリーぐらい食べてる感じやもん。もう、うん、わかる。なんかもうピザの時より圧倒的なきつさがある。え、やばいやばい、ほんまにそう。なんかピザはただお腹がパンパンすぎてやばかった。そう、頑張れば行きたいのに無理やん。もうそう、でももうか、まあ、チーズも濃いし、そうそうそう、ちょっとお腹もパンパンすぎてって感じだったけど、今回はお腹がまだ、今いける、今からビーフシチュー食べるって言われたら食べれる、うん、食べれる。逆にお口直しで食べたいぐらい、うん、食べたい。これはでもさ、お口直しした後もしんどいもん。そうなんよ。何このすごい感じ、すごい。いやもうこれはすいません、無理。ちょっともうやばい、もうダメ。もうなんかもうたまらん、限界を超えている。バター様が、うん、もうバターがやばいよ。なんかもうトラウマなりそうね今。そうなんよ、バターと胃が喧嘩しとる、うん、だいぶやばい。もう喧嘩どころじゃない、絶交代っていう、うん、わかる。もう絶交やけどな、二度と会わんからねみたいな、なるほど。お前の顔見たくない、うん、マジ見たくないもん。そんな感じですね。結構食べたと思う、普通に。結構食べたよ、普通に。半分以上は余裕で食べた。3分の2とか、うん、4分の3ぐらいは食べたよね、うん、食べた。これバターなかったら完食できてたよ。できてた、絶対できてた。なんか正直この辛さはまあ辛かったけど、私的にはいけた辛さやけん、今度なんか普通の辛さの方でリベンジしたいと思うぐらい。それはないけど、はい、そんな感じで。まあ結論としてはバターはしんどい、はい、ですね。そうですね、はい。で2人で食べれば余裕でいけたっていう言い訳をさせてください、うん、はい、そうですね、はい。とにかくでも頑張った。これは2人しか分からんかもしれない、この辛さ、うん、そう。これはちょっと本当1回やってみてほしい。でも美味しい、ね、美味しいっちゃう。美味しく食べたいなら3人でこのバター丸ごとで1つを食べるのがいいかもしれない、うん、おすすめ。めっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しくいただけます、うん、最初はもう天国かって思ったぐらい美味しかった。分かるね。はい、そんな感じで今回は、はい、残してしまいましたが、こちらはちゃんと食べようと思います。はい、明日また食べよう、食べよう。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか頑張ったねって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。